こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。この画面、今回は、久々に、Xbox 360 ね。そうだぜ。あ、リッチレーサー6、やるのね。ちゃうぞ、やらんぞ。画面に、リッチレーサー6のロゴが出てたわよ。すまん、ディスクを入れっぱなしだったぜ。え？ちょっと待ってくれ、ディスクを入れ替えるぞ。もう、ナムコのロゴ出たわよ。もう、ミニゲームよ。あったぞ、あったぞ。お、ちゃんと、ディスクが入っててよかった。よく、パッケージと違うの入ってるもんね。うぷぬし、しょっちゅう、前に遊んだディスクを入れるからな。大丈夫だ、合ってるぜ。あ、コントローラーも、そのままやー。それって、ケーブルの途中の接続部から先が、ついてないわよ。ほんまやー、先がついてへんぞー。どこやー。そこに転がってる、ネズミ色の短いケーブルちゃうん？おお、ついたぞ、これで USB に繋がるぜ。Xbox 360 と、USB で繋がったぞ。あとは、ディスクを入れ替えるだけね。よっしゃー、トレイを開けますー。バーチャファイター5、だったのね。正確には、バーチャファイター5ライブアリーナな。このソフトで、やっと、スコーンスコーンと、今とほとんど変わらない感覚で、家庭でネット対戦、できるようになったんだよね。それがすごいことだ、と当時は感動したぜ。プレステ3版じゃ、ネット対戦できなかったからな。オープニングが面白いぜ。面白いわ。セガの、バーチャファイター系にしちゃ。珍しく、キャラがみんなそれぞれギャグしてくれるだろ。今までは、ただただかっこよかったから、新鮮だわ。うぷぬしも、初めてこのオープニングを見たときは笑ったぜ。他のメーカーも含めて、対戦格闘ゲームで、面白いオープニングなんて、初めて見たわ。あ、この、Now、ローディングの文字の上で、アキラが動くのよねー。そうだったんだぜ、すでに懐かしいぜ。動き方が、妙に可愛いのよね。ベネッサタイルブレイズだ、これも、いろんな組み合わせがあるぜ。そういや、アイリーンと、2人増えて、17人になったのに。あの、面白いオープニングに、みんな、ちょうどいい長さに入ってたわよね。そうだよな、バーチャファイター4エボリューションなんか。二人少ないのに、オープニングを2種類に分けてたもんな。それでも、詰め込んだような破綻もなくて。やらーできるやんけ、って感じだぜ。今度、プレステ3版、バーチャファイター5の見たいわ。近々、やるか。やりましょう、やりましょう。プレゼンテッド、バイ、セガ。アミューズメント、2件。うぷぬし、まだ、スタートボタン押さないの？これも、久しぶりだからな、押すだろう。押した。あ、この辺が、Xbox 360って感じよね。
今回は、ハードディスクが本体の上についてるんで、ウプ主が、17年前にカスタマイズしたパイが出てくるぞ。そうね、もう、当時のメモリーをなくさないもんね。微妙に楽しみのような、怖いような。もうすぐ、出てくるぜ。とりあえず、アーケードモードだ。キャラクターセレクト。モザイクをかけている、位置が、ウプ主のデータだぜ。使うのね。みんな、デフォルト状態では、カスタマイズを前提とした。普通っぽいコスチュームだな。そうね、そんな感じね。あ、エルブラーゼ。当時は、お初だな。さあ、そろそろ、17年前の、ウプ主のパイが出るわね。出るぞ。出たー。バーチャファイターとエボリューションから、4年後の、ウプ主ね。4年間の、ウプ主の戦地の進化が出ているかも。これは、ウプ主の戦地の進化というより、バーチャファイター4エボリューションから、バーチャファイター5系への進化って感じだな。確かに、e スポーツも、ウプ主のコスチュームと変わらないわね。ことは、15年足らずくらいか、ウプ主の戦地の進化は止まっているな。それと、バーチャファイター5系の進化も、行き着いたんだろうね。セガは、バーチャファイター6を、新規で開発するのかな？最新作の、e スポーツも、バーチャファイター5系だしね。リッチレイター8を、待ち続けているのと同じかな？そうかも。ウプ主は、最新の、永瀬麗子を見たくて仕方がないぜ。相変わらずねー。鉄拳8に、永瀬麗子、出てこないかな？もうええて。次、ブラッドよ。ステージも、e スポーツと変わらんな。ウプ主の、戦い方も変わらないわ。まあな。ウプ主、パンチしか出さなくなったわよ。ステージのガラスのフェンスが割れるかどうか、確認してんだ。ウプ主、めっちゃ、しょうもなー。最新の e スポーツでも、ウプ主、毎回やってるぜ。このフェンス、クイーンで、たまにリングアウトさせられてるわね。せや、ネット対戦で、やられたんな。ま、勝ったけど。細かい調整はあるんだろうけど。もう、e スポーツとほとんど変わらないね。ウプ主には、細かい表示の違いくらいしかわからんだろう。ウルフね。さすがに、勝つやろう。ちょっと、ロードが長めかな？プレステ5と比べたら、あかんで。最近、プレステ2なんかばっかりやってたから、画面比率の16対9が新鮮に見えるな。ウプ主、ほとんど、レトロゲーマーみたいだったね。レトロゲーマー、どころか、子供の頃、普通に、白黒テレビを見ていたら、いきなり、出入りの電気屋さんだって。テレビ買いますねなんて、変えられて電源を入れると。カラーになっていたのを、今でも覚えているぜ。当然、液晶どころの話じゃなくて、真空管ね。当たり前だぜ。ウルフに勝ったわ。唐突に話題を変えるよな。かかってらっしゃい。次、青いよ。ウプ主は、初代青いも好きだぜ。ウプ主は、1996年の AO 優勝での、セガの最新基盤であるモデル3での、葵の舞なんかにゃ、ちびりそうになったからな。バーチャファイター5系で、また葵の顔も変わったね。そうだな、パイもそうだが、なんか、特に女性キャラは、あっさりしたモデリングだな。で、ウプ主の意見でしょ？そうだぜ、ウプ主的にゃ、バーチャファイター3の、モデリングが最高だ、ということだ。e スポーツでは、ウプ主、強いプレイヤーに、よく、池に落とされて、リングアウト負けしてるわね。結構、落としたプレイヤーも、後から落ちているけどな。よく、フェンスのないステージで、リングアウトさせられた後、出た方も落ちる必要ないのに、降りてくるってか。あなたにはクンフーが足りないわ。後から、リングアウトしてくるプレイヤー、いるよね？あ、いるいる、ま、したけりゃすらいいんじゃないか。ま、いいけど。あ、次、
うぷ主苦手の、ジャッキーね。ま、バーチャファイター5系の、ジャッキーステージだな。雨、降ってたっけ？今初めて気づいたが、当時、全く気にしてなかったのか。このソフトのジャッキーステージで、雨降ってるの知らなかったわ。床の水たまり見たら、結構降ってるわよね。雨の降ってる音まで入ってるし。一部のレースゲームの、タイムアタックやネット対戦みたいに。天候や、時間を選べるわけじゃないからな。レースゲームなら、レインタイヤ買わないとね。レースゲームで、ドライタイヤなら、絶対コースアウトするが。この結果で、雨降りが対戦に影響はしなさそうだな。足元が滑ったり、しなさそうだもんね。そう考えると、バーチャファイター3のアンジュレーションは、やっぱり、よくできていたぜ。そうかも。次、サラよ。うぷ主の苦手なジャッキーの次が、サラなんて。うぷ主的にゃ、嫌な順番だよな。サラの顔も変わったわよね。サラの顔は、変化がわかりやすいな。もう、ステージ6だったのね。そうだな、今回は、ステージ6まであるんかな。バーチャファイター5系だから、全員とは戦わないんじゃない？もう、忘れたな。ま、17人全員とは戦わない、というか、戦えないよな。さすがにね、長打ち疲れるわよね。ステージ5つまであったかな。確か、どのルートでも、アキラが最後だったような。うぷなし、ジャッキーに続いて、さらに勝ったわ。あなたには、クンフーが足りないわ。そんなん言ってたら、次、アキラだわ。数で言ったら、ステージ7だが、なんて表示かな？アキラの顔も変わったわね。だな。ファイナルステージの表示だぜ。バーチャファイター3より、減ったわね。そうだな、ここに勝ったら、つらいだな。ボーナスステージね。その段階でアキラが出てきても、なぜかウプ主は。アキラが得意みたいだから、ファイナルステージでも。勝つだろうな。アキラのオーラ得だったら、回復中に一発で。ゲージがほとんどなくなるけど、パイは技の出が早いからね。勝ったな。じゃ、次は、ボーナスステージね。このソフトのズラミは、どんなんだったかな？強かったみたいね。バーチャファイター3のは、ゲージが減ると、色が薄くなって。結局見えなくなり、バーチャファイター4は、最初から。ウプ主には、見えなかったな。どんなズラルが出てくるかな？おお、綺麗に周りの景色が映り込んでいるけど。今は、ちゃんと目に見えるわね。そうだな、このままなら、ウプ主でも戦いやすいな。でも、今までより強い？投げられたが、ウプ主、反撃。勝てるか？勝てたな。次のラウンドは、どうかな？色は、薄くならなさそうね。今度は、光を反射して眩しいな。やっぱり、強いわよね。ガードしてくるね。ああ、また投げられるわ。ゲージ、ほとんどなくなった。全部ガードされてるやん。負けた。バーチャファイター5系は、強い設定だな。次のラウンドで勝てばいいわ。ダウン勝てるわよ。ダウン攻撃炸裂。蹴りの人。また、ダウン攻撃炸裂。殴る。ゲージで、勝ちね。あら、投げられるわ。めっちゃ、ゲージ減るやん。まだ、勝ってる、と思ったら、リングアウトかいな。リングアウト負けは腹立つな。結局、リングアウトしても、ウプ主のゲージの方が多かったぜ。まあ、いいわ、エンディングね。まあ、よくできてるってか、バーチャファイター5系だから。これくらいのかっこいい、破綻のないエンディングで普通だな。ほとんど、e スポーツと変わらない印象ね。ま、スタックロールの文字をキャラと一緒に出すか。最後にスタックロールを文字だけまとめて出すかの。
違いくらいだよな。あの、面白いオープニングは、全く違うけどね。そうだな、このライブアリーナの、オープニングはいいよな。ちなみに、最初に発売された、プレステ3版の、オープニングも、これほど面白さ満載ではないが。また、笑いの質も違って、ムククって感じの場面が、少し入ってるぜ。あらー、そうだったかしら？忘れちゃったわ。近いうちに、そっちもやるぜ。なんか、楽しみ。ということで今回は終わりだ。はじめはどうなるか、と思ったけど、短く済んだわね。今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。嘘、こんなはずじゃ。ゲームオーバー。